ウツボ、私はジョン・レノンではないという方からいただいております。ラジオネームウツボさんです。こんにちウツボ。私は普段メガネをかけているんです。この頃タたくちゃんが福山雅治に見えたり、美坂ちゃんがマギーに見えたりするので、新しいメガネに買い替えることにしました。いや、買い替えなくてよかったですけどね、全然ですね。ちゃんとたいいメガネをつけてたと思いますよ。いいつも結んでいる髪を下ろして 新しいメガネをかけたところ、家族がうわジョン・レノンがいるジョン・レノンみたいというのではと思って鏡を見ると本当にジョン・レノンがいました <laughs> 私はこれからの人生どれぐらいジョン・レノンと言われ続けることでしょうかと泣 <laughs> い,いてますねあなんか想像できますねっぽいですね宇都保さんあの方ですもんねうん、うん、あの方が丸メガネで髪を取りたらあ,<ー>、ね、あイマジンが聞こえてくる <laughs> <laughs> ああそうですか,かああじゃあ次からあったらジョン・レノン,ンって私も言いますから、うん、美しいですからねそうそうンン、ね、だって顔立ちが品があるからね、うん、ああほらあの方のね品がある的髪の毛もすごい綺麗ですもんねんで目がつぶらない瞳ですもんねで唇赤いですもんね,ね<ー> <laughs> 鼻筋通ってるしジョン・ウツボということでこれからねジョン・ウツボ <laughs> ジョン・ウツボということでイマジンがはい金谷の補佐さんからいただいてます 先ほどのおとといの事務の話読んでいただきありがとうございました。した知らない人に体重を聞かれたりじろじろ見られるというね、えー、ちょっぴりあの肉コーティングがされてる、肉コーティングされてる <laughs> あ,のあの方です、金谷の補佐さん。はい、今日はまだ、昨日見ず知らずの方に体重を聞かれた心の傷が癒えず、甲、えー、月側に汗を感じることがかねません。お許しください。あっ、肖だったんだね。あた何キロね、<laughs> 聞かれたとかね、えー。また遊びに行きますね。あと 補佐に体重を聞いてくる方々に一言です補佐はな気圧の関係で膨らんでるだけなんだよ <laughs> 一人一人に説明したくなりますそれではぷよぷよといただいてましたぷよぷよに続くぷよぷよですね、うん、気圧の関係 東京ドームと同じですね。東京ドーム気圧で大きくしてるからね。じゃあ出るときはちょっともうわあドーム風が吹く。うん。ダダダね。気をつけてください。金屋の歩くドームやろうって言われて、金屋の歩くドームやろう。そう、金屋の補佐さん、金屋の歩くドームやろうが金屋の補佐さんです。はい、気圧もね、本当大変ですね。下北を応援するコーナー。 今日もですね。下毛だな。応援するコーナーがやってまいりました。うんはい、青卓は下毛だな。応援しております。イオナズン毛玉さんです。こんにちは。どう表現するんだろう？私は大好物は私の大好物は映画乱暴。その乱暴が持っていた。包位磁石付きの乱暴ナイフ流行ったよなー。<ー>でも、毛玉には乱暴ナイフにも引きを取らぬ釜を持った。おじいちゃん、おばあちゃんが。<laughs> ゾロゾロたくさんいますよ軽トラの荷台にも釜が引っ掛けてありますもんねん横川町の愛好さんの軽トラにも釜が引っ掛けてあるのかな僕はおじいちゃんになったらそんな軽トラで小学生の孫を迎えに行くのが夢ですといただいてますね <laughs> 乱暴ナイフから釜に持ち帰ったということで <laughs> そういうことなんだ <laughs> <laughs> そういうことなんだ <laughs> そだしてゆなずん毛棚からリンリンにお知らせです

の度がやれとか全部一緒ですこれ。<laughs> えー、本間さんと、えー、天竜さんですね。すねあとあのー、ラッシャー木村さん金本さんあのー、もういいです。全部全部こういう種です、ね。<laughs> もういいです。いやまだ探せば、いろいろ <laughs> まだいますよ。はい。さあ続きましてア部木川と高速道路の間に位置するナッシーを下関市町内会非公認キャラクターの毛束ナッシーといただいております。 そうです下毛棚は安倍木川と高速道路の間に位置してるんですね皆さん助手席に座ってる方はですね高速道路を通る時ぜひご覧いただきたいと思うんですが毛棚の農家さんの安倍木川沿いに位置する田んぼにイノシシが入ったと情報があったらしいよイノシシが土手沿いから入ってうろうろと迷って稲穂を倒していったなみたいなししっかり足跡も残ってたなしたまたまイノシシの通り道だったらしいかな 泥浴びしたり犬を食べたり土をほじくったりしてなくてよかったなしただこの辺りの田んぼにイノシシがよく出没するなしうん,うーん田んぼを荒らされては農家さんたちも困るなし、うん、そこで考えたなしよタクちゃんの必殺技タクオドライバーでイノシシを追っ払ってほしいなし神崎さーんと頂い,いてましたで倒された田んぼの絵を送っていただきましたけどもね。 あ結構イノシシはこういう感じでベターと倒されるわけですね,ね<ー>、えー、あのタコドライバーはイノシシには作ってないので、うん、ちょっと難しいですただ自慢ですがうちの祖父森子はですね、うん、日置で、うん、田んぼに入ってきたイノシシを、はい、ナイフで、えー、パッてやってはい、イノシシ殺しの森子というですね <laughs> <laughs> はい。い。そんなじいちゃんですはい。批判では帰ってきてたと思います <laughs> <laughs> ご報告でしたさあ。 そしてここからこれ読んでいいのかなと思うんですけどやっぱこの番組は青少年のあの健全な育成に寄与している番組ですので読みたいと思います、はい、小六女子あか月さんでございますタクピーりんりんこんちくわ下ネタ特訓中小六女子あか月ですといただいてますはい。先週はギリギリでファックスしたせいか読まれませんでした残念あ月悲しいらかんす 悲しいとシーラカンスそうねあしい悲しいラカンスはいうしいラカンスでしたよね <うん S 2> 前も頂い,いた時はでも冒頭で謝ってもらったから嬉しいラカンスっていただいてますねシーラカンス見たことないと思うんですこのこでですね <laughs> 今日は早めに送りますありがとうさてテーマの「いい」ですが小学生らしく位取りはいかがでしょうか算数のテストより問題です 渡とさんは1分で375メートル s w i m 時速何キロでしょうかと。渡とさんは本当は違うんですよって書いてますが、さあ小学生の問題に渡とは出ないですね。はい、375かける60で22,500メートルになりますね。キロ何キロですので、私が書いた答えはじゃん225キロメートルの時速ですと書きました。 おいおいやっちまったなおい一キロメートル百メートルで計算しちゃったぜテヘペロローン本当は一キロ千メートルだもんねテヘペロローンテペロローンってごめんだから使ってるテヘペロローンはちょっと遡るけど悲しいラカンっていうのは学生ではなるほどね小学校で入ってるんだろうねきっとね母に見せたところ それ新幹線やーんと、速攻突っ込まれました <laughs>。お母さんも元気だな <laughs>、それ新幹線やーん。楽しい家庭ですね。ね正解は二十二点五キロメートルです。でも私と様、早いですね。いあんたが文章書いてるだけで、私とその、は、はじれないです。私事ですが、最近ニキビがひどいです。あ<ら>母が言うには、新陳代謝が盛んなのよ。あ<ー>でも新陳代謝の意味を知らなかった小六の私は、え。 え「大社」としか聞こえず思わず引き返してしまいました「ああそこらの小3男子レベルになっちゃいました」でて「ええプロジェクどんな目線で言ってるんでしょうかね」<laughs> ね、小6の人が小3男子レベルになっちゃいました」と「また,たっくんしまーす青田区ファンクラブ1万9,920号暁でした」そんないないないと思うよ僕はね,超いいね今だったら5番目ぐらいに入れると思うよ <laughs> <laughs> 今だったらね今ならねはい。はい 葉っぱさんです先週名古屋のラジオ番組を聞いていたらあ名古屋に帰ってたんですね葉っぱふみみさんままだ朝10時ぐらいいいなのにオスが大きい話をしていましてた <laughs> <laughs> 紹介されたエピソードとしてえー、おしっこしていたら数名が13匹止まったとか正座をしたら膝と膝の間にもう一つ膝小僧があったとかでした <laughs> なんて番組を名古屋で放送しているんだと思いつつ 渡人さんや馬並みブラザーズが聞いたら喜ぶだろうなと、生温かい気持ちになりました。あははは温かいんじゃないですね。ね、はい、生温かい。かいはい、ということでございました。さあ、それでは残り二通。残り二通はあの方々でございます。タクピーリンリンこ、うん。うん。皆さん、季節はすっかり秋ですね。秋といえば私。 鈴虫鈴雄さんって方が去年この時期限定でいましたね鈴虫鈴雄さん、えー、イニシャル SS 鈴虫鈴雄さん、えー、今夜も自慢のバットでホームラン下ネ,下ネタ大好き「私は人ではない」ですテーマの位といえば「私拓央の壺」登場回数第1位「私とは言いたい」です おおいおい、小6女子のあかつきちゃん下ネタは勉強するもんじゃないよ経験に実績そして本能の赴くままに自分を出し切ることそれが一番大事何を偉そうにお前言ってんだお前な、どの目線からお前言ってんださて今週は真面目な話になってしまいましたが全然なってないよ本当は一応直しながらメールをしてました何の位置お前直してんだおっぺけめー あの小女子は何の位置かとか聞かないでいいからね <laughs> お嬢さんにねラジオネーム雄大君から頂い,いておりますタクピーりんりんこんち首こんち首オスを見た馬があまりの大きさにおえると書いて雄大です <laughs> お前なん馬までお前驚くんか雄大、ええ、<laughs> 先日雄大は 先日雄大は乗馬クラブに行ってきましたとはい、はい、雄大は乗馬クラブに行ってきましたでもメス馬が興奮して乗ることができませんでしたほんでチェッキショー何何何いやだってあの馬があまりの大きさにおえるわけだから <laughs> <ー>メス馬,が馬はメス馬はもう興奮するということですね <laughs> とここで小6女子ちゃんに言いたいさっき空中浮遊ができないという話があったねはい 空中浮遊はある条件を満たした男子のみができる技ですバランスが大事あれがリーサルウェポンオッペンハイマーこれを小6女子はどういう気持ちで聞いてるんでしょうね、えー、でもキャッキャ言ってるんだろうねなんか、はい、面白いんですよねきっとねオッペンハイマーってですね、えー、リーサルウェポンとかですね <laughs> さて、えー、位置に関しましては、えー、先ほどのポジショニングに関しましてはですね その他にもですね、パンツでデートさん、はい、ベイさん、<laughs> ゆういちさんという方からも、ですね、一、はい、<laughs> についていただいておりましたけど、本当、みんなおかしいね。<laughs> でも僕は、そんな君たちがツボだ、大好きだよ、オッペンハイマー、タックオのツボでした。